エクソソム点滴を検討してるんですが、動画で DAIGO さんは反対されていました。今もやられてますかまたその理由も知りたいです。堀山さん2週間に1回やられてるようです。えー、僕はエクソソム点滴をやってます。はい。2週間に1回僕もやってますね。はい。エクソソム点滴をやるとどういうことがあるかっていうと、えっ、ー、とね、医療関係者じゃないんで、ちょっと誤解があったらごめんなさい。先に言うとくんですけど、えっ、ー、と、今流行ってる肝細胞治療ってあるじゃないですか。肝細胞治療。僕も1000万のやついや、この間やりましたけど、あんまりなんか聞いたかどうかわかんないんですよね。 肝細胞治療をやると何が起きるかというと肝、えー、細,細胞から、えー、出る物質ある物質があってその物質が細胞を若返らせたりとか老化を遅らせるつまりひまと言で言うと若返る効果があると言われてるんですよで老化したくないし年を取りたくないから僕はそういうことをいっぱいお金かけてやったりとか、まあ、堀江さんとかもいろんな人が、ね、お金持ちの人が結構やって今、注目を浴びているのが再生医療というそういう肝、ね、細胞とかエクソソンとかそういう話なんですけどでそこで <laughs>。 えと幹細胞から出るある物質は、えー、ずばりエクソソームって物質なんですよ、うん、わかります、今まで従来だったら、幹細胞をそのまま自分の体内に入れて、その幹細胞から発するエクソソームで、えー、細胞が良くなってきたっていう仕組みなんですけど、えー、今の現代医療では、ですねそのエクソソームを直接入れちゃえばいいんじゃないみたいな、もう幹細胞とかじゃなくて、直接エクソソーム入れればいいんじゃないみたいになって、エクソソームを直接入れることができるようになりました、でエクソソームを直接入れた場合の方が安いんですよ、幹細胞より。 肝細胞いいやつ1000万とかする確かするんですけどもう何十万とかのレベルでできるんですよクソソ <laughs> でそれを僕はやってますでこれが効果あるかどうかはわ分からない正直全く分からなくて、えーまあ、体感してる部分はなくはないんですけどみんなにお勧めできるかどうかでいうと,、まあほんとまあ、自己責任っていううにしか僕は言えませんえなんでかというと,、えー、と自分がそもそも老化するのかとか若返るのかって分からないじゃないですか これから分かるわけですね、時間軸的に。今、エクソソムも最近、ここ1年ぐらいやってるんですけど、やり始めて、じゃ1年後、2年後、3年後、4年後にどうなってるのかっていうのは、未来のことなんで分かんないですよ。だから分かりません。じゃあ、なんでやるのかっていうと、もうそれしかないんですよ、保険が。保険できることが。保険としてやれることそれしかないんで、もしかしたらめちゃくちゃ効果あるかもしれないですよね。めちゃくちゃ効果あるかもしれない。だから、今のうちにやっといて、将来めちゃくちゃ効果あったら、ラッキーダン程度でやってます。はい、うん 効果がわからないことに1000万円もよく使いますね。まあ、1000万円はよく使うというか死んだらお金は残らないわけですよ墓場までお金の。僕、墓場までお金って持っていけないですよね。えー、10億だろうがあろうが100億あろうが1000億あろうが死んだらお金って持っていけないわけなんで、えー、今、お金を何かいい価値に変えるべきだと思ってます、僕は。それが例えばじゃあ、ね、友達とか仲間たちとご飯食べて楽しい思い出を作るのかとか旅行して、ね、いい景色を見て自分の、えー、記憶に残すのかとか。 えー、もしくはその、ね、美容医療にお金をかけて、でもしかしたら老化を遅らせることができるかもしれない可能性にかけるのかとか、まあ、いろんなことにどんどんお金が。 使っていった方がいいと思うんですよ。だって人生一回しかないし、死んだら終わりだから。だから僕は全然躊躇なくそこに使うし、えー、一番の理想は自分が死ぬ時にお金が0円乗ってることだと思ってます。はい。これはね、あのー、ある本でも書いてあったんですけど、えっ、ー、と、一番人生にとっての幸福は、やっぱお金を稼いでお金を使って、いろんな価値、いろんな体験をして、えー、全部使い切って死ぬことだと思うんですよね。うん。だって別に死んだら本当に1円だろうが10円だろうが何もなんないから。 もちろん子孫に残したかいろいろあるかもしれないけど、えー、一個人の人生で考えたら、死ぬときにちょうど0円になるぐらい全部使い切れたら最高だと思いますよ。いろんな経験もできるし、いろんなものがあるし、いろんな人を幸せにできるじゃないですか。いろんな人に夢も与えることができると思うし、うんまあ、ちょっと極論かもしれないけど、僕はそういうイメージで生きてます。はい